宅配便です。すいません、お隣の遠藤さんに荷物が届いてるんですが、お留守みたいで、預かっていただけませんか？あいにく下もお留守でして、お願いします。じゃ、お願いします。隣の遠藤ですけど、さっき実家から電話があって、うちに辛子明太子を送ったって言うんだけど。いや、それがね、今日から海外出張でね、1週間ほど戻れないんだ。いや、もしよかったらもらってくれないか？うん、その代わりと言っちゃなんだけど、留守の間よろしく頼むよ。もちろん、こっちも助かるよ。どういたしまして。ああ、もう時間だ。それじゃあね。ケンちゃん、今お出かけかい？いや、ずっと家にいたよ。どうかしたのかい？もう年だからね、あんまり刺激の強いものは食べないね。いってらっしゃい。あ、来た来た。クロウスケ、クロウスケ。誰がって？ほら、クロウスケ。どうした？騒がしいな。ん？明太子だと？わしゃ明太子には目がないんだ。
おお、これは幻と言われた一福太郎の完熟明太子じゃないか。これをわしに。つまらんものか。ありがとうありがとう。早速白いご飯を買ってこよう。あんたよく先生の大好物知ってたわね。あ、そうだ、これケンちゃんのことじゃない？うるさい。ほら、この生地。中を読んでみて。ケンちゃんのことでしょう。ケンちゃんだってあの年でって思ってるわけだ。結局は若い頃の方がすごかったって思ってるんだ。ロシュ先生はそんな風に思われるのが我慢ならなかったんじゃないかしら。先生自身若い頃の自分と比較していろんな意味で衰えを感じてきたのよ。だから悔しいのよ。だったらそれをロシュ先生に伝えてあげればいいんじゃないの。ケンちゃんがそう言ってあげれば喜ぶと思うわ。いってらっしゃい。何度も申し上げてる通り、先生はいらっしゃいません。ああ、クロスさんですか。あなたがラピス事件で高梨露秋先生を任したクロスさんですね。一言お願いします。先生のお孫さんと付き合ってるんですか。ケンちゃん、こっちよ。おじいちゃんが変な記者会見するからゴシップ記者が集まっちゃってんのよ。クロスさん、いらっしゃいませ。イギリスの別荘に行ってるわ。いい気なもんよね。散々大騒ぎにしといて自分だけ逃げるんだもん。おじいちゃん、イギリスの名誉市民だもん。もともとおじいちゃんはイギリス文学専攻だったの。それでイギリスに渡って向こうでミステリーを書き出したのね。今でいうプロファイリングなんかもやってて。
イギリスの警察に協力していくつかの事件を解決したの。それで名誉市民になったってわけ。あなた探偵やっててそんなことも知らないの？プロファイリングっていうのはね、犯罪の行われた現場からさまざまな資料を集め、そこから犯人の年齢、性別、性格、精神科受診歴、家族の有無、生活態度なんかを推測して犯人像を浮かび上がらせる作業のことよ。でもおかしなもんよね。それまでは見向きもされなかったのに、イギリスで賞を取って初めて日本でも注目され出したんだから。日本の警察だってイギリスで功績を認められて、やっと専門家として相談に来るようになったのよ。で、今日はどうしたの？今向こうは真夜中よ。大変なの、佐伯先生が倒れたのよ。まだわかんないわ。突然苦しみ出して救急車で病院に運んだのよ。目黒病院よ。ケンちゃん、まだわかんないわ。佐伯さんのお連れの方です。はい、佐伯先生の容態はどうなんでしょう。毒物を摂取したようです。幸い致死量には至らなかったようですが。毒って何を？ヒ素です。佐伯さん、魚の卵のようなものを召し上がったようですね。どうやらそれにヒ素が入れられていたようです。ケンちゃん、あの明太子どうしたの？え？もらったって、どういうことよそれ。そんなもの佐伯先生に食べさせるなんて。でもそれってケンちゃんを殺そうとしてたってこと？その遠藤さんって何者よ。どうしてそんなことを。何か思い当たる節があるの？先生、佐伯さんが意識を取り戻しました。そうか。それでクロスさんと西山さんという方を呼んでくれって言ってるんですが。それ私たちです。10分だけにしてくださいよ。何が何だかさっぱりわからんが。誰かに狙われるような心当たりはないのか？それは。あの明太子は剣を狙ったものじゃない。わしを殺そうとしたんだ。どういうことですか？以前わしは恐ろしい組織と対立したことがある。その組織は犯罪を行うことで莫大な利益を上げていた。暴力団や政治家ともつながりがあり、わしの手に負えるような相手ではなかった。当時わしは日本一の名探偵などと言われ、いい気になっていた。
そしてちっぽけな正義感からその組織に手を出したんだ。わしは命からがら逃げ出し、二度とその組織には近づくまいと心に決めた。先生らしくないですよ。一度負けたくらいで。わしは本当なら組織に殺されていた。だがあいつらはわしを殺さなかった。その代わりわしのかみさんと息子を殺したんだ。そんな。それがあいつらのやり方だ。歯向かう者がいれば容赦なく叩き潰す。そして相手に一生後悔させるんだ。ひどい。わしにもさっぱりわからん。でもどうしてケンちゃんが持ってきた明太子の中に、もしかしてケンちゃん。そういうわけじゃないけど。